うまい、安い、男だ、男。どうも皆さん、いつもお世話になってます、アキラです。約2週間後に行われるライジン34の会見がありまして、それに出席するために今来てます。そうです、ライジン34出場が決まりました。あれ、なんか入っていいですか。あれ、なんか怖い人がいる。皆さん、はじめまして、よろしくお願いします。宇田優斗です。シュートのランキング1位、宇田優斗選手じゃないですか。はい、ライジン出るんですか。ライジン、はい、出ます。おー、そうですね、最近、はい、宇田選手あれですよね、男塾に来始めて。そうです、入門しました。どうですか、ライジン決まった感想は。そうです、初の大舞台なんで、もうバチバチかましてやろうかなと思ってます。そうですね、もう格好からちょっともうバチバチ感は出てます。はい、もうちょっと最初怖くてスルーしましたそんなことないですよねじゃあちょっと2人で気合い入れて会見いきましょう。はい、はい、頑張りましょう。皆さん、はじめまして、シュートがやってきたアウトエイトです。よろしくお願いします。まずはじめに、このバンドカードを組んでくださった、榊原代表、そしてライジン関係者の皆さん、そして何より、シュートから心よく送り出してくれた坂本代表、本当にありがとうございます今ライジンフライ級って全然盛り上がってないじゃないですか。なんでか分かりますか。ライジンフライ級って今スターになる選手はいないんですよ。みんなつまんない試合ばかりして、でみんななんか印象ないっていう感じなんで、今回は沢本なんですけど、大好きな沢本ボコボコにして、まあ、新しいライジンスターの座、俺が座るということでやってきました。皆さん期待しておいてください。よろしくお願いします。どうも、塩試合ゴリラです。前回の試合では塩試合をしてファンの皆様をがっかりして榊原代表にも苦言を呈されてしまいました。その挽回のチャンスをこんなにも早くいただけて、大変興奮しております。前回の試合で気づいたのは、あ、もっと自分も失神する覚悟を持っていかないと相手を失神させられないということで、今回の試合ではもっともっと自分も失神する覚悟で相手を失神させたいと思います。そんな熱いファイトを見せて、榊原代表をはじめファンの皆様を失禁させます。失禁させます。はい、ちょっと微妙な反応ですが、ありがとうございますはい、では対する大原潤選手、お願いいたします。ディープの大原潤です。アキラ選手、前回の試合見たんですけども、今失神失神したんですけども、まあ、俺相手に殴り合いができるかどうかは分かんないですけども、まあ、殴り合ってくるなら逆に失神させてやりますので、皆さん、アキラ選手の失神ご期待ください。以上です。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。会見終わりましたね。終わりました、はい、いや、緊張しました。初会見、初会見です。あ、ちょっと気持ちが先走りすぎちゃって。なるほど、噛んじゃいましたね、はい、反省してますでもちゃんといい感じに言えたんじゃないですか。いけてましたか。はい、はい、いい感じに結果売れてたと思います。あいつビビってたんで試合当日ボコボコにしてやろうと思ってますじゃあその息で、はい、試合まで頑張っていきましょう、はい、頑張りましょう。はい、ありがとうございます。